ケイト・ボスワースはアメリカ合衆国の女優。カリフォルニア州ロサンゼルスにて生まれる。父親のハル・ボスワースはタルボットの元社員。母親のパトリシアは主婦。一人っ子である。交際移植症であり、右目がバミ色、左目が青色の瞳を持つ。父親の仕事の関係で6歳からサンフランシスコで、9歳からコネチカット州で、14歳からは、 マサチューセッツ州コハセットで過ごす。子供の頃から乗馬をやっており、14歳の時に乗馬の大会で優勝する。2001年にコハセット市内の高校を卒業。2012年撮影1998年にオーディションに合格して映画モンタナの風に抱かれてでデビュー。2002年公開のブルークラッシュでは運動神経を活かして、 サーフィンの大会に挑む少女を演じ、同作品で初主演を果たす。この作品が4000万ドルを超えるヒットとなり、一躍ハリウッド期待の若手女優となる。2004年公開のビヨンドザシー夢見るように歌えばでは、往年の女優サンドラディを演じ、高い評価を得た。2006年公開のスーパーマンリターンズではヒロインを演じた。 俳優以外の活動では2008年からカルバンクラインジーンズの広告等に起用されている。また、コーチのアジア向けのスポークスマンをしている。プリンストン大学の入学許可を得ているが、俳優業を優先するために入学を延期している。おしゃれなことで有名でファッションセンスに定評がある。その高い美意識が大手ブランドメーカーの広告等企業に一役買っている。 全くと言っていいほど、ボーイフレンドが切れたことがなく2000年から2002年まで、ヤングアメリカンズで共演した、マットズー・クリーと2002年8月から12月まで、ヤン・サマー・ホルダーと2003年から2006年まで、オーランド・ブルームと2006年から2009年まで、ジェームズ・ルソーと2009年から2011年まで、アレクサンダー・スカル・スガルドと交際歴がある。 そして2011年から交際を始めたマイケル・ポーリッシュと2013年に結婚した猫を2匹、犬を1匹飼っている。ありがとうございます。